お勝った。その刀が欲しい。あーどうしよう、居合を。あ、なんかもう、あ、もうなんか刀捨てられない。取りたい。どうも皆さん、おはこんばんにしゃ、おっとじゃです。ゲスト2ポータブやっていきたいと思います。前回ね、天原祭り当日で殺されてしまったからね、どうにかクリアしてみたいな。さあ行くぜ。いけるはずだ。さあ勝負。ちょっとね、切られたら死ぬから気をつけておこうか。オッケー、子供が普通にいるけど逃げなさい。さあどっち、どっちを攻撃したらいいかな。おおお、はい、まとめてやってしまえ。あ、いたー。あ、でも刀がもう折れてる。お、よし、1、2、3、4、もう一回。お奉行、お奉行だーって聞こえるんだな。お奉行って言ってんだけどね。さあどこだ、あとは。あ、うそ、よいしょ。ほ、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 どう来る。おい、うわうわ、ちょっと後ろ勘弁、後ろ。あ、ナイス。いけー、よっしゃー、オッケー、チェスト。さあどうする。うわー、くいて、うわー、いて、うわー、くわ、刀どう、あっ、あ、どうくる。よし、もう一回、あと少し。ほわ、決まった。この刀は、ことな、こ、こ、ことなったのだ。この刀を手に入れよ。母とおにぎり食べて、これいらない。あ、でもその居合切りなんだよな、鍛えておきたいな。これ無名通してよ。で、先に居合の方が落ちるから、お、取って、あとこれか。これ強いんじゃないの、この人持ってたんだから。あん、あ、でも強いな。よし、かっこいいぞ。おにぎりゲットを使おう、惜しみなく。ゲー、さあどっちだ。あー強いな。さあどっちに加担しようかな。 HP ゲージが見えないんだよね。おお強い。いいぞいいぞ、やれやれ。あ、引っかかってるよ。すごい引っかかってるけど、どうしようこれ。いけるかな。ほっ、ナイスだ。よしよし、やっちゃってください。すっごー、めちゃくちゃ強いじゃんそれ。逃がさないよ。大丈夫なのかな、教授の姉さんは。あ、決まるか。そこで、よし、教授さん、すみません。今だ、もう一回来い。逃がさないよ。よっ、お、勝った。その刀が欲しい。あ、どうしよう、居合を。あ、なんかもう、あ、もうなんか刀捨てられない。取りたい。全滅。
ゲスドの道ここに極めたり。お、超えたぞ。あれ、普通に大塚町に行けるな。旦那の剣の腕を見込んで仕事を頼みたいって御人がいるんですよ。本当に？悪い話じゃないと思いますがね。もし興味がおありでしたら、今日の夕方天風にいるベニヤを訪ねてくださいよ。それじゃ、足はこれで。はい。同日天原にて。これはこれは、ようおいでくださりました。実はアンさんの剣の腕を見込んで仕事をお願いしたいんですわ。単刀直入に申します。青戸組の親分高沼の半左衛門を始末していただきたいとこう思ってます。圧政で皆を苦しめていた奉行はのうなりました。せやけどこれで天原が平和になると、とんでもないこっちゃ。天敵がのうなった青戸組が一気に勢力を伸ばすに違いおまい。ほうほうほう。遠からず天原は薬と暴力が支配する町になってしまいますやろ。そうなったらもう誰にも止められまへん。どないです、このジジイに力を貸してもらうわけにはいかしませんか。わかった、引き受けよう。アンさんならきっと引き受けてくれると思うてました。よろしゅ。結婚は明日の夜、場所は天風。私が高沼の犯罪門を誘い出しますよって、そこを仕留めてください。ほな、お頼み申します。あー、すごいことになってるな。全勢力を潰す形だな、これな。翌日。おお、来たか。何、誰のことだ。早く入ってこい。な、なんだ、てめえは。自動。おお、およく見えない。やらせない。おっ、いや強ない。うおっ、はは、死ぬ。どうなってんの。そこか。お、よいしょ、よいしょ。お、半分きた。なんか見えない、見せられないみたいになってる。こい、いて、どうする、どっち来る。前、前、後ろ、後ろ。よし、よし、よし。お、よいしょ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 。はい、お、あ、ほら、オッケー。一、二の三。はい、一、二の三。一、二の三。よし、肩だ。俺が。よし、勝ったぞ。ようやってくれました。やっぱ、あたしが見込んだお人ですわ。ベニヤ、てめえただの商人じゃないな。くそ、俺としたことがうかつだったぜ。そりゃそうや、ヤクザなんかに正体悟られるようじゃ隠密なんて商売やっとられまへんわ。隠密？なんだと。そうか、てめえ幕府の。油断したぜ。奉行がのうなった今、今度は青戸組が邪魔になるんや。この天原をお上にとって都合のええ町にするためにはな。じきに
天原は幕府の直轄領になりますやろ。町民たちにとってもそれが一番縁と違いますか。圧政や暴力で支配されるよりはなんぼかな。さあ、私が正体を明かしたんはお侍さん、アンさんが気に入ったからです。どうやろう、これからも私の仕事を手伝ってみる気はおまへんか。それも一興か。よし、決まりや。これからもよろしゅう頼んまっせ、先生。はい。もう下水終わり方したな。幕府の隠密であるベニヤ角兵衛、その右腕となり時代の影となって働く決意をした侍が一人。流浪の日々に別れを告げた侍はその先に何を見るのか、それは誰も知らない。おー、エンディング流れた。はい、ということでね、皆さんね、サムライド2ことゲスド2、これにて終了になりません。ズッ2は続きます。いろいろとね、エンディングがたくさんあるのもそうだし、武器がね、面白いのが手に入ったので、それを使ってまた戦っていきたいと思います。強化は上がった。チンピラ、なんか所詮チンピラみたいになってるけど、俺隠密になったんじゃないの。あ、優しい靴、また最初からいけるわけだ。さあ、装備、あとね、武器をね、武器という刀をね、たくさん集めておりましたので、どうしよっかな。尾てい骨を育てようかな、それともこの、あー、あんま強くないな。ただ居合にしてはすごいこう長いというか、どうしようかな。服装、何か良さげなやつが、それとももはやこう町人とかになって戦っていこうかな。どれにしようかな。なんかすごいいい感じのないかな。いいね、ちょっと今回チンピラになってたなっていこうか。ちょっとチンピラを鍛えます。すげえチンピラ、強いチンピラになろうかな。いくぜ。時はあ、めっちゃチンピラ歩いてる。侍が確かに存在していた頃、伝染し、ただの侍じゃなくてチンピラが生き倒れただけだろこれ。そしてまた決して、すごい行儀よく座ってたぞ今。お、お嬢さん、見せ物ではないぞ、うせろ。下水相変わらずだ。もうすごい礼儀正しいぞこのチンピラ。お、で、かれ、ほう、チンピラに喧嘩を売るとはいい度胸してるな。往来の邪魔だ、そこをどけ。クソボケが、来い、どく、ほう、チンピラアタック、このチンピラ強い。刀折れぞ。さあ来い。ほう、よいしょ、今までの私とは違う。さあ来い。痛っ、強い、あ、強い。ほう、さあどうくる、来い。おお、よいしょ。まいった、助けてくれ。ほうほうほう、命だけは勘弁してくれ。しょうがないな、この通り。あ、俺たちはこれでも天原じゃ顔が引くんだ。見逃してくれりゃあんたにもいい目を見させてやるからよ。おお、
な、いいだろ。しょうがねえな。許してくれ。んー、どうしよっかな。一度抜いた刀をそう簡単に鞘に戻せると思うのか。ん、ふっ、ふぅ、お、お助け。このチンピラ強い。人殺しってなんだ教授のさんじゃないか。いいね、あんた、とてもいい。な、だ、助かった。お嬢さん、早いとこあいつを片付けてか。もう刺さってたよね。お前殺すよ。怖っ。その名で私を呼ぶなって言ってるだろ。あ、教授のさん、死なないと分かんないんだったら。いや、すまない、教授のさん、俺が悪かった。だから、助けてくれ。さて、どうしようかね。やめた。兄さん、あんた強いね。私はね、強いやつが大好きなの。ほう。なんたって、強いやつとやり合って、そいつをぶった切るのはたまらない快感だからね。ほう、こわ。あんたもそうなんじゃないのかい。 だ、ね、だったらそんな半端者よりもっと骨のある相手を切ってみたいだろう。それはお主のことかな。どうだろうね、試してみるかい。いいね、この感じ。あんた、鳥肌が立ちまうようないい目をしている。よくだ。私も気に入ったよ。あんたにいいことを教えてあげよう。天原で一番血の匂いが濃い場所は青戸組さ。そこの用心棒になれば切る相手には不自由しないよ。本当か。私が保証してあげよう。私は影沼京次郎。もし興味があったら青戸組の屋敷まで来ておくれ。わかった。もっとも、あんたは味方にするより敵に回した方が面白そうだけどね。すごいな、やっぱ京次郎さんのはな。待ってくれ、京次郎さん。ほう、全然スタートが変わりましたな。昼、じゃあ早速アウト組に行こう。ここは同じか。ひえらっビビってるてめえ、あ、ちゃんと俺はしがないチンピラだよく来てくれやした。兄貴ほどの腕前なら犯罪も親分もきっと気に入ってくれると思いますぜ。本当か。さあ、中に入ってくれ。口の利き方に気をつけろ。親分の部屋は入ればわかるはずだからよ。このチンピラ姿勢がいい。俺てっきりオラオラな感じで移動するかと思ったのが。お、違うね、またここも来たぞ。うんうんうん、血の匂いに誘われてここに来たんだろ。あんたはやっぱり私と同じ。ほっぺのぐるぐる可愛いな、教授さん。楽しみだねこれから天原がどんな地獄に変わっていく、私も精一杯頑張らせてもらうよ。そして最後には。何いい顔してる。安心しな、まだその時期じゃない。私はあんたの味方さ。その時が来たら後ろから切られるんじゃないか俺あ、でもやっぱりこう戦うことが好きみたいだからないつでも相手してやるぞ。チーズ入ります。あれ、俺がいる。俺が高沼の犯罪者だ。どうしたい、とっとと座りな。それともこの俺の首でも取りに来たか。それも面白そうだと言いたいけど、だとしたらどうする。俺は何にもせんよ。だが今日の夜にはバカな侍のムクロが天原の海に浮かぶことになるだろうな。もっともお前はそんなバカではなさそうだ。教
次郎から話を聞いてなかなか使えそうなやつと楽しみにしていたんだ。おう、ま、楽にしてくれ。話してやれ。へ、ここら辺同じか。いいだろう。よし、あれ急に歩き方がにゃ、チンピラ歩きになった。俺いい具合に溶け込んでる。これなら俺アウト組でやっていけるんじゃないか。やべえ、誰よりもチンピラ歩きしてる。とりあえずドチンピラから仕事もらうか。よく来たな。なあ、おう。はい、初めてです。ああ、へっへっへっ、ああ、うん、へっへっへ、ああ、へっへっへ。仕事は青戸組屋敷にて。おうよ、報酬を受け取るまでが仕事。おうよ、仕事は時が経つ前に終える。おうよ。あ、横状況確認ね。よし、よく来たな。得意だぜ。よし、ああ、不良同士ね。おうよ。さあ、どうやって最初刀をチラ見せすればいいのかな。走るの、はい。これやばい、俺すごい気に入ってる。このチンピラな、チンピラの動きが好きすぎるな。あ、早速またバトルか。これは行くぜ。お、私に立てつくとは。やばい。よし、来い。私の勝ちだ。なかなかの。そうだろう。さあ、中村さんにも会ったことだし。不良同心どこだ。やばい、もうダメだ、俺多分積もってしまう、この動きですね。お、お前か。うん、よいしょよいしょ。痛い。うん、くそ。よし、うん、あ、話しかけられた、うん、この不良同士め金を出せ。なんと、何を偉そうに切るぞ。貴様、ちょっと、ああ、集金に失敗した。ちょっと、く、待て、ちょっと待て、逃がすなよ。そうだ、あー、ダメ、逃げる。くっ、くわ、逃がした。なんてことだ。早速失敗してしまったぞ。俺今お金いくら持ってるんだろうな。あ、一応引き継がれてるけど、これだと俺のお金がなくなる。失敗したな。まさか逃げられるとはな。ドチンピラ先輩、逃げられた。あー、失敗した。これは失敗したよ。
方になったぞ。もう一度アウト組屋敷仕事受けに行きます。よく来たな。お得意だぜって言いたいところだけど、何拙者を舐めるな。はは、何を高く止まってやがる。あ、ダメだ。ちゃんと得意だぜって言わないとダメだ。ああ、最初のやつか。わかった。脅しすぎに気をつけろ。喋ってる途中に刀を抜けばいいのかな。さあ行くぞ。今度こそは。こんにちは、集計参りました。一脅し。金を受け取らねば帰れるのは。おのれ。あ、もうこれ以上脅しは効かないのか。おのれ。もっとマシな嘘をつけと言いたいところだが、ここは同情するべきだが、娘さんが。それは大変だ。あれ？おのれ。なあ。お、ここで言うと、ねぎられちゃうから、いや、娘さんを大切にやった。なんと。あ、これ実況失敗やないか。ちょっと待てー。あ、やばい。なんだと。避けられた。神妙にしろ。あ、折れた。折れまくる。この剣が使い物にならなかった。行くぞ。じゃ、行くぞ。とりあえず倒すか。お奉行。難しいな、瞬間。刀を変えよう。どうしようかな。尾てい骨を持ってこう。また失敗しました。すいません。あー、やばいね、これやばいぞ。とりあえず夜になったからあれだな、一回よさげな刀を取りに行きたいところだな。情報や。あら、はい。あ、ねえ。承知した。あ、ねえ。あ、でもな、梅竹松。やだ。お金足りないな。なんてこった。もっとお金を稼ぎたいんだが。お、浪人です。あ、関係ないか。びっくりした。
よし、ちょっとね、次回までに集金の仕方を覚えて再挑戦したいと思います。ということで次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。